焼きそばいいな、食べたい食べたい。じゃあご飯食べちゃうね。いただきます。マリーのファンの人に当たらなかったかな、麻雀。食べちゃうよ。マリンのお宅さんには会えなかった気がする。いただきます。うん、一緒に夕食いいね。一緒に食べよう。お箸長ない？普通じゃない？子供用使ってんじゃない？たまにマージャンやってくれたんですからね、やろうかなって思い始めた。ミネストローネ何食分？え、わかんない。豚汁もあって、うん、豚汁とかもあった。あとマリン手羽先のなんか食べたいって言ったら手羽先のなんか送ってくれて、あと肉団子とかもあって。でもこんなに食べてもミネストローネ死なないってことは結構あったのかも。スプーンじゃなくて箸で確かに。間違った。うーん、おいしいどんぐり。あとは家がついてるやつとトマトがついてるのがある。ミネストローネそのカップのままこうした。そうだよ、腹筋とかしてるの。今はしてない、撮影が決まったらする。この前レオパージュ公演初めて見た。最前に見てたね。レイコさんとマリンが好きなのかな。昔新幹線の橋どういうこと？サンリオの新幹線？それとも新幹線の形になってるってこと？決まったら体型変えれるの強い。いや腹筋はすぐつくじゃんっていう。マリン的のね、筋肉質とか。そうそう、このショールームはガールズペディア鑑賞会じゃないよ。さっきインスタライブで言ったんだけど、明日やるっていうことになりました。へえ、新幹線なんだ。男子の巾着袋にいるランキング高め。え、それな、みんな使ってたよね、箸箱とか。うん、うんふんうんふん。通知見た瞬間死んだと思った。まあでもすっぴんからメイクしただけだよ。だから内容のある話は、あ、結構内容あったかも。で
でもその内容がちょっとシビアだったから消した。マリンちゃんサンリオ何派だった？マリンサンリオアンチだった。ディズニープリンセスしか勝たんみたいな。あ、そうで、あの配信の後に、全然配信見てたとかじゃないんだけど、はるちゃんから LINE が来て心が救われて、でマリン本当はそのショールームしますって、あのツイートした時にすぐやる予定だったんだけど、はるちゃんにちょっといろいろ、はるちゃんといろいろ話すためにちょっと配信の時間を遅らせました。支え合いって大事。そうそう。そうなんですよ。それで。はるちゃんが次出れた時は一緒にいようねって言ってくれて、嬉しいだけってなった。そう、誰と誰がいつも一緒にいるとかさ、そういうのもちゃんと見てくれてるからさ、マリンはいつもさはるちゃんといるから、この間はこの間はマリンちゃん大変だったよねとかめっちゃ言ってくれて、ちょっと涙がホロホロでした。よし、アンパンマンポテト食べます。ドキンちゃん、うーん、うんふん、あ、蓋開いてなかった。おっちょこちょいなんだから。これはアンパンマン、頭殴られたアンパンマン。よっ、僕アンパンマン。ちょっと熱いかも。美味しい美味しい。これは食パンマン、鼻を殴られちゃったみたい。ショールームした理由はみんなと話したかったから。あとはメイクして可愛いからもったいないなって思ったから。意外とメイクうまくいってたみたい。これはなんかちょっと
煽ってるアンパンマン。おいしい。これはドキンちゃん、おいしい。これは何だろう。あ、これもドキンちゃんだ。ドキンちゃん、バイキンマンもいるんだけど、どっか行っちゃったわ。これはアンパンマン。っていうアンパンマン。いや、バイキンマンじゃない。ジャムおじさんはまだ出会ってない。これもアンパンマン。さっき病みすぎて猫の更新忘れてた、インスタで。申し訳って感じ。やべえ、初見やのに男女1位なってもうた。他のルームではそれぐらいなんか星とかなんとかなんかやったら1位になれる、1位、それぐらいポイポイしても1位になれないってこと。ってことはみんなもっと頑張ろう。みんなもっとあのポイポイしようってことじゃない。じゃマリンのルームはあのお星様とかに執着してないっていうことだと思う。きっとコメントとかで楽しんでるっていうことです。いや、いらないです、何も。あのイベントの時しかいらないです、何も。わかんないけど、楽しい配信にしましょう。イエーイ。イベントにマリンが出場した時だけ一緒に頑張りましょう。ドルガバ送ろうかな。やった、それは欲しいです、いつも。やった、ドルガバだ。ドルガバっていうのはこのなんか香水です。
これは可愛いから欲しいです。ドルガは可愛い。吸引力がありすぎたみたい。マリンちゃん普段香水とかつける？え、出かけるときはつけるけど、あんまりつけないかな。忘れちゃう、なんか香水つけるっていうルーティーンを。染みついてないわ。マリンこうやって飲めないんだよね。全部さ口の中入れないと飲めないから。めっちゃ香水きててくさ、ありがとうございます。かわいい、幸せ、香水に囲まれて。ルン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 。出て行って香水忘れたことに気づく。え、それな？あ、忘れたと思うけど、まあ別にいっかってなる。飲めへんってどうなるのか、どうなるから飲めへんのか気になる。え、こぼしちゃう普通に。なんかこっからこう飲んだら、この上からピューって全部かかっちゃうから、全部はって止めた方が全部飲める。そう思わない？なんかたまにさ、人前ではやっぱりちゃんと飲んだ方がいいよなって思って、こうしたらピューってこぼれちゃうんです。そう。で、あとマリン、あの ここを潰して飲む人なんですよ。こうやってなんかこう飲むっていうよりギャッっていう人だから、一気に出てくるんですよね。そう、たまにめっちゃこぼしちゃうんだけど、もしかしてそれ。そうだよ、だから全ての口で受け止めた方がいいよ。そう、イロハス飲んだらやばい、ピショってなる。そうなんですよ。飲む瞬間に押してるのかな。そうそう、こう押し上げて飲んでいきたいなっていうのが。そう、ご飯もう終わり？ある。 あとはミネストローネのスープの残りがありますよ。お味噌汁みたいに飲んじゃうよ。ピクニック飲めないじゃん。え、どういうこと？ピクニックって飲み物なの？コップってこういうやつってこと？今度仕上げて飲んでみます。100顔にかかるよ。ピクニックって紙カップ、え、あ、こういうやつ？こういうやつか。こういうやつ。こういうやつ。
ああ、そういうやつ飲めるよ、潰すよ、ピュッて。でも自分からは買わないかな。ちっちゃすぎて10秒で飲んじゃうじゃん。牛乳瓶はどう飲みますか？牛乳瓶をで飲まないですね。こんばんは。ケータリングにピクニックあったことないよ。スマホの恋愛ゲームが楽しみなんだか。え、マリンも早くやりたい。マリン登場しないけど悲しい。早く追加メンバーになりたい。牛乳瓶じゃなかった給食、紙パックだった。で、紙パックをしっかりこう開いて干して、なんか結んで捨てるまで一連だった。ねえ、マリンちゃんも登場したい。なんかでも一応全員どんな恋愛をしたいかみたいなアンケートは書いたんだよね。でも撮影はしてないから多分これからなのかなみたいな。だから皆さんはいつかマリンが出てきた時のために誰かと恋愛してください。プンプン。マリンちゃんがどんな恋愛したいか分かっちゃうんですか？いやでも分かんない、なんかいじられてるかもしれないよ、ちょっとは。ちょっとはなんかいいように変えられてるかもしれないけど、アンケートは書いた気がするからさ。なんか赤くね、リップやばい。ちょっと待って、色合わなすぎて死んだ。リップ欲しい？今日はロムアンドだったんですけど、今色がないなと思ってなんかそこにあるやつを塗ったら失敗しちゃったみたい。そのティッシュをオークションに出してください。じゃあいくらで落としますか皆さん。ふん。5万円で落としてくれるんですか。2万から2万、2万からスタートやばい。2万なんだ。万の単位から始まってくれるんだ。5万は出せんな、だってひどい。こんばんは。1万でギリ考える。マジ？わかんない、価値わかんないね。確かにこういうやつの価値わかんない。マリン、うん、マリンだったらいらないかも。
マリンだったらそんなものよりも君の唇が欲しいって思うかな。だからティッシュについたリップじゃ満足できないよっていう考えていこうかなって思うかな。じゃあなぜ奥さんしようと思った。いやマリンはそんなにたやすく君のものにはならないぜって思って、だったらマリンちゃんのリップ付きティッシュ欲しいかなって思ってファンサービスしてみた。どうかな。せめてマリンちゃんの唇は奪えないけどティッシュについた唇ならあげちゃうよっていう意味だった。そういう感じで言ってみた。そういうことなの。やる気出てきた。やった。まあ確かにいらないよな無理。悲しい。悲しいよ。いやでもこのリップのついたティッシュはマリンのところに届いたらラミネートして額に入れて飾っちゃうかも。もし推しメンの唇なんぞ届いたら。それかなんかその唇のリップが乾かないうちになんかにこう反転させて密封して財布の中とかに入れてなんかご利益あるかなみたいな。やっちゃうかも。ティッシュラミネートむずない。頑張ろうよ。財布の中と入れたくない。お守り、そうだよお守り、どんな時も自分の財布にはおしめの唇入ってんだって思ったら強くなれるでしょ。いいね。頑張れそうでしょ。現在10時半です。なんかめっちゃ怒られてるけど財布におしめんの口紅についたティッシュあるし、いっか、ね、なるっしょ、そうなるでしょ。生ハム食いたい、食いたい食いたい食いたいけどなんか塩分高そう。頑張れそうな気がするから8万でやったこんばんは。こんばんは。こんばんは。ご飯がお腹いっぱいでお腹が圧迫されてるけどお腹は空いてる。
美容室行かなきゃ美容室行かなきゃ美容室行かなきゃ。なんか食べたいけど食べるのやめたい。え、それな、今爆食期だから。やばいやばい、宣材写真撮るっていうのに叱って私を。ビレバンの商品案で全員のキスマ、え、それな、マリンなんかそれ言った気がする、言ったか分かんないけど、なんかそれマリンも頭にあるんだよね。なんだったっけ。あ、なんか唇、え、唇だっけ、なんか唇の食感じゃない、なんか食感触った時のこのシワとかプニプニ感を再現したなんかをみたいな提案した気がする。感触、あ、感触なんか感じは合ってるなって思って逆か、感触か。なんかあった気がするんだけど、何かは忘れました。うん、できても型取りを再現しようとしてな感じであれってなった。何だったっけね、何の商品を開発しようとしたのか忘れちゃったんだよね。ファンの人覚えてないのマリア忘れちゃったの。ボディシール、あー、でもさ、ボディシールにしたらさ、いいよキスマークみたいにできるってこと。でも名前とか書いてたらなんかさ、でも確かに誰の唇のボディシールってわかるけど、なんか使っちゃったらもう一度きりっていうのが悲しいね。まあ逆にリアルだけど、あ、でも名前入ってない方がリアルかな。なんでそのキスマークってやった、ちょっとないないちゃん、ないないのにさあみたいな、チューされちゃった、言えるからいいね。ああ、いいね、確かに。メンバー全員分のキスマーク型ボディシールグッズにする。名前入ってなかったら、あ、名前入ってなかったらっていうか、裏には書いてんの、貼るとこ貼ったら見えないけど、ちゃんと誰のって分かって裏で書いてる。そうで、なんかさ、キスマークって言ってもなんかちゃんとさ、こういう唇の形じゃなくて、そのメンバーが一発撮りでチュッてした時のちょっとずれてる感じとか、なんか綺麗な唇の形じゃないのがいいのよ、わかる。それを貼ることによってリアルなキスマークが再現されちゃうよっていう。いいんじゃない？それいいね。まあ、それでなんか彼女のいるオタクさんたちが何そのキスマークって言われて別れちゃうっていうこともあるかもしれない、ね、そこは責任を負いませんってちゃんとこのシート
ボディーシールのシートの下にちゃんと米印でこれで破局しても責任を一切負いませんって書いてるの。そうしよっか。それでバレたおたくさんは違うんだ、これはキスマークじゃなくてボディシールなんだつってガリ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 ってやって取れて、なんだってなるけど、その1枚しか、その子のキスマークのボディシールは1枚しかないから、その弁解のために必死でガリガリしちゃって失うっていう災難があります。見えないとこに貼ってたら勇気出る。え、それなんか こことかこことかんじゃない。面白そうだよ。オタクもっと危機管理能力あるから。あ、そう、まあ確かに。明日の夕方に届きます。お、明日の夕方に配信するので間に合うといいな。夕方は無理だ。悲しい。来れる人は来てください、ぜひ。明日の夕方かな。お話し会が終わっ、お話し会っていうかのチキチャみたいなやつが終わってからかな。鑑賞会まで見ないか予習しておくか迷ってる。まあでも一枚一枚じっくりやってほしいっていうのであれば見なくてもいいと思う。でも予習、マリンがお気に入りのところだけを紹介するとか思い出を語るとかだったら予習しててもいい。どっちがいい、みんな何系がいい。1ページずつじっくり。あー、いいね、 OK。 じゃあ1ページずつやろう。1時間ぐらいかけてゆっくりやっちゃおう。予習してる方が話早そう。まあ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 、付箋とか貼っときな。時間ある人はなんか、まあ、じゃあマリンが このポーズのやつあるじゃないですかとか言ったら、え、このポーズねって出せるように準備したらいいんじゃないかな。ペアショットあり？ペアショットあり？とは？全部のところ見るよ、マリンが写ってるところは。1ページ1時間はきつめ。朝までやろう、死ぬ。それだけは。ちょっとご飯食べたから消しちゃうわ、このテロップ。おお、広く感じる。付箋でページ番号、え、マリンもページ番号振ってないからちょっと迷っちゃう。あれページないよね、あんの、あれ。マリンちゃんはじめましてしてもよかとよかとよ。
みんなのベストページを言い合うやつ。死ぬ、合戦で死ぬ。ほぼない。あ、ちょっとあるみたいな感じだったっけ。なんか前回のやつはさ、何ページから何枚分す、ま、戻ってとかなんか言いやしたよね。忘れちゃった。名前書いてるところとかアンケートのところはページ番号。ああ、なるほどね。じゃあ10ページ単位ぐらいでつけとけば、10ページから何ページ戻ってとか言ったらやりやすいかもね。でも最初が何ページ目か、そうなんだよね。どこを1ページ目にするっていう問題がね。そうなんだよね。じゃあ表紙を開いて、ペラペラのところ、表紙を開いてペラペラのところのこれが1にしようじゃん。こう開いて、これ表紙の硬い紙で、これペラペラのやつのここが1にしようで、1で234っていうふうにしよう。したらいけるかな。表紙開いて左から1、そういうことにしよう。付箋にページ数書いて貼っておけば。いやー、ページやりすぎて悲惨なことになるから、10ページ単位とかじゃなきゃ無理そう。最初に4人の名前書いてるところが6らしい。え、そうなの？ちょっと見てみるわ。本当だ。5、6。あ、4人の名前が書いてるところが6なんだって。かわいい、マリン。あ、じゃあ6から数えればいいのか。あ、そしたらいいね。あ、そうしたらいいのか。 OK。 あ、なるほど。名前が書いてるところには何ページって書いてるんだ。じゃあそこから数えよう、全部。そうしようか。すごいっすね。マリンもまだ全部は見れてないので、ちゃんとは。楽しみですね。うん。いいね。楽しみだね。ガールズペディア明日鑑賞会やるので、ぜひよかったら本屋さんに行ってみてください。表紙になっちゃってるよ、マリンちゃんが。よろしくお願いします。
完璧だ。最後のクエスチョンのお答え解説もお願いします。わかりました。特典写真もめっちゃ良かった。え、欲しい。マリンも欲しい。ツタヤに売ってる。え、どうだろう、あるんじゃない。でも東京に住んでるなら新宿サブナード書の書店、福井屋書店だけ、なんか忘れちゃったけど、行ったら生写真ついてくると思う。大阪だったら、まあ、本屋さんにもあるけど、まあ、NMB ショップに行ったらあると思う。東京の服屋でもあるのか。来週回ったら買おう。そこだと4人の集合写真ついてくるので、お得ですよ。マリンちゃんが寝そべってる生写真ついてきますから。まあでもやっぱり一番欲しいのはマリンの一人の生写真ですよね。あとはネットでも買えるし、生写真付きがやっぱりお得だと思うので。明日教科書持ってなくても配信参加していいですか。やっぱり雑誌教科書を用意してください。教科書を用意してくださると嬉しいな、明日の夜までに。本屋さんか NMB ショップにあると。それか周りのおたともさんに見せてもらってもいいと思うよ。まあなんならアンケートで勝負マリンちゃんって書いて提出してくれてもいいと思うよ。やっぱりゲットして損はないからね。これってさ、じゃーんって見せていいのかな。まあ全然なくても話ついてこれるのであれば参加してください。あった方が楽しいよっていうだけなので、なくても来てください。でダメ、こうやってジャーンってやっちゃダメだよね。だから本がないと楽しめないかもしれないので、NMB ショップに行くことをおすすめする。大阪の人、それか本屋さん、お願いだよ。よければ本屋さんに行ってください。よろしくお願いします。はい、本屋さん行けばねあるので。サブナード行ってきます。行ってらっしゃい。何の話。明日ガールズペディアっていうマリンが今載っている雑誌の鑑賞会を夜にやるので、それに参加したい方は雑誌を入手してねっていう話で、本屋さんにあるので表紙見せとき。はい、皆さんこちらガールズペディア、緑のガールズペディア、この4人の黒い水着が目印です。よろしくお願いします。まあもし本屋さんにガールズペディア見に行った人はガールズペディアを一番前にドーンって置き換えてもいいよ。目立つとこに置いとこ。
コンビニにはないんじゃないかな、大きい本屋さんじゃないかな。買ったらツイートしておきます。やった、ハッシュタグガールズペディアと勝負マリにつけて感想を書いてくれたらもしかしたらまた出れちゃうかもしれないのでよろしくお願いします。マリに背高ない？でもまあ比較的みんな同じ身長ぐらいじゃないかな。というかマリンがスタイルよく見せようとポージングを頑張っているっていうだけだと思います。だマリン一番ちっちゃいんじゃないかな、こんな子だったら本当はね。ヒールもみんなとあんまり変わらない気がするよ。背筋ピーンってしてお尻もキュッて上げてかかともガッて上げてるから多分そうだと思う。チッヒーさん、いやーどうだろう、チッヒーさんよりちっちゃいかな、大きいかな、同じぐらいかも。わかんない。身長書いてある、あ、そうなんだ、 あれか、個人のページかな。あ、マリンの方がでか、いや、うん、まあでも時と場合マリン日によるからさ身長。わ、レイコさん意外と大きいね、いいな、163は欲しいな。シオさんは？シオさんもちっちゃいイメージじゃない、158、あー結構大きめ。チヒさん、マリン、シオさん、レイコさんって感じかな。うん、カリンちゃんが、もっと大きく見える、細いからかな、スラッとしてるから。いいな、なんか背高いっていいよな、やっぱり。強そう。美咲ちゃん165個やった、言ってた言ってた、美咲ちゃんのね素直だからね、マリンにね言ってくる、マリンさん身長伸びたんですで。そう、純粋な心でねマリンにね身長伸びたんですマリンさんってね言いに来る。かわいい。そうなのよ、ヒュー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 、レナさんもぐんぐん伸びてるよ。もう時間か？あ、やばい、結構時間やばい、55分になったらランキング呼ぶね。時間が過ぎるの早いね。骨格診断したことないけど絶対骨格ストレートでしかないと思う。早い早い、あと20秒、やばいやばい、早い。ちゃんと寝るんだよ、めっちゃ寝てるよ最近は。明日は楽しみましょうね。うん、
ストレートやろうな、しっかりストレートだと思う。マリンは、まあ、いい点もあるけどナチュラルウェーブどっちかが良かったな。いやナチュラルかな。どっちだったか忘れた。でもどっちかなりたいなったんだよな。はい、ランキング見ます。13位ハバちゃん、12位ジョージ松本さん、11位ゆうちゃん、10位トムさん、9位のりともさん、8位ターちゃん、7位ひろきさん、6位野原しんのすけのすけさん、5位ハクさん、4位ボスさん、3位直樹さん、2位マリュ太郎、1位ゆうくん、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは明日の鑑賞会とチェキチャ楽しみ魔法。じゃあねー、あっという間でしたねー。バイバイ。